あ、こんばんは。いや、ちょっと皆さん、お久しぶりです。長らくちょっと配信ができておらず、いつからしてないんだろう、僕。あ、10月19。あ、もう9日もしてない。いや、もう、お久しぶりです、本当に。すいません。なんだっけ、Twitter、X だったり、コミュニティ、YouTube のね、コミュニティでも書かせてもらったんですけど、ちょっとね、喉を、あれしちゃってまして、声を、まあ、喉をあれしてたっていうか、声からしちゃってて、まあ、ちょっとね、マリパではしゃぎすぎたね。ちょっと。おりゃー負けんぞー、ぐる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 、ぐる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 、あいあいあい、うわーうわーポンポンポン、うわー、ちょっとマリパではしゃぎすぎた。っていうか多分ね、それだけじゃないと思うんだよね、今回の。僕、その前にやった、その前っていうか何日か前かにやった、マリオカートの時に、ちょっとなんか、ピーチサーキットをあまりのご機嫌にこう歌いまくって、でてててれ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 て、てれてー、てれてー、あ、今日声すげえ出るわ、つって、調子乗って出していたら、そう、あの時にね、一回枯れたんよ。あの時に一回枯れて、まあ大丈夫だろうぐらいに思ってたんだけど、いやなんかあそこトリガーだった気がすんだよな、ちょっとな。そう、それでマリパでとどめが刺さったのかもしれない。という感じで。で、2、3日しても、声の枯れが治らなくって、なんならどんどん悪くなっていってたのね。だんだん出ないみたいな。そう。そう、本当に。いや、そう、めっちゃ怖いなと思って、病院行ったのよ。そう、それでちょっと病院に行って、なんか、喉にね、こうカメラを、あ、ちょっとじゃあ声帯見ますね、つって。で、なんか、口からなんかカメラ入れられて、で、なんか、って言ってくださいって言われて、つって。って言いながら、もうカメラ突っ込まれるのね、喉に。みたいな。はい、もうちょっと、つって、ってもうお医者さんと、もうあれよ、ユニゾンよ、ユニゾン。つって、一緒にお医者さんと、でその間カメラで映されるのね。まあ、実際に写真も見せてもらったんだけど、まあ、炎症と出血をしてまして、まあ出血って言ってもね、僕は正直そんなわからんかった。そんなに出血してるんかっていう。ねえ、こんぐらい多分大丈夫。大丈夫、大丈夫。で、なんか、普段、お仕事とか何されてるんですかみたいな。僕、どっちかっていうとね、ゲーム制作とかもやってるんだけど、まあ、これ多分、普通に YouTube とかやってて、声枯れましたってことが伝わった方がいいかなって思って。あ、ちょっと YouTube で配信とかしてます、みたいな。言って、たらもうちょっと、ああ、ちょっとこれはしばらくやんない方がいいかもしんないっす。いや、まあでも重症じゃないんで、まあ一週間あれば全然治ると思うんで、その間ちょっとなるべく声を出さないようにしてもらって、で薬出しておくんで薬飲んでくださいって言われて、で薬を出してもらったって感じかな。そう、ドクターストップ。そう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 。で、お医者さんから、何のゲームしてるんすかって言われて。いやー、ちょっと、任天堂さんのゲームとかよくやってますね、みたいな。何のゲームっすかみたいな。いやー、ちょっとマリオカートとか、あ、マリオカートなんすねー、みたいな。っていうのをね、ちょっと、こもり上がりして。そう、めちゃくちゃね、話しやすいお医者さんでね、すごい良かったですわ、本当に。で、お薬を。お薬がね、すごい多くて、7種類もらったの。で、初日の一番最初は、一番最初12錠飲んだの。多くない？そんな、あ、徹底してくれてると思って。なんかね、炎症を抑えるなんか、ステロイド
とかもあったかな。なんかもう、ピピさんすぐ直したいですかって言われて、あ、もう早く直したいですっつったら、あ、じゃあステロイド出しておきますっつって。そう、その、先週のさ、まあ月曜ぐらいに行って薬もらったんよ。でもそっからずっと、なるべく声を出さないように出さないようにとね。うん。ほぼ無言生活。今日だから久しぶりに発声したんですよ。一週間ぶりの発声。今日もお医者さん行ったんだけど。まあ多分今日出づらいと思いますけど、それ久しぶりにね声出したから、なんで、ちょっと筋肉がね、喉の筋肉がまだ、ちゃんと働いてない状態なんで、ちょっと徐々に出していくよう、お願いします、みたいな言われて。あ、はーい、つって。なのでね、今日はちょっとリハビリがてらの雑談。今も痛みはあるの。いや、今も、てか、そもそもね、痛みはない。マジで痛みがなくって声だけ出ないって感じだったんだけど。声出ない時何してたの？スプラとか。まあでも、ゲームの開発のあれはやってたんだけど。あとね、でもマリパをね、したかったんだけど、でも配信でしたいなっていう気持ちもあったから、なるべく我慢しつつ。あ、でもね、ちょっとやった。スプラも。あ、スプラじゃなくて、マリパも。コミュニティのところに書いた時にさ、もしかして生体結節ですかみたいなおっしゃられてる方もいたんだけど、いや、全然そんな、大それた状態ではなくって、本当に炎症したぐらいなんだけど、ね、笑い声が出なくって、それもマジで辛かったね。まあ、ちょっと友達と会う機会があって、友達と会ったんだけど、笑い声がマジで出なくって、音が出ないみたいな。そう、ヒーヒーしてた、ヒーヒー。そう、いや、もう僕から笑い声がなくなるのがもう、ね、悲しい。自分で言うのはあれだけど。テニスお休みしたの。お休みしたね。誘いが来たけど、一回、僕が、びっくりされた。あ、マジかって。あ、もう本当に、お大事にって感じだった。あの僕が。皆勤賞の僕が。でもこれからさ、実況するときもさ、ちょっと本当に気をつけようってなったわ。わきまえる。ある程度。いや、ある程度、言ってもいいんだよ。その、わーみたいな、わーみたいになってもいいけど、何でもわきまえていただかないと、いや、本当にね、いつまでもね、喉が強いって思ってちゃダメだね、本当に。なんか僕、喉枯れないわ、最強だわ、ぐらいの思ってたの、本当。あ、そう、水分補給もそう、本当にそうで、もしものための水みたいな。いつもだいたいこう、汲んできてるんだけど、なんか、万が一の水を置いとこうかなって。そう、ちょっと思うわ。てかさ、僕さ、最近思うんだけどさ、僕配信時間長い？どうなんだろう？なんか長くね？僕、毎回。どう思う？いや、まあ、やりたいだけやりゃいいなと思ってんだけど、全然。ちょっと、日によっては短くした方がいいかもな、しばらくは。あー、でもこれ多分明日になったらもっと声出るようになってんだろうな。嬉しい。もう、それだけでウキウキしちゃうわ。ちょっとでも、まあ、様子を見つつ、頻度は、ちょっとあまり期待せずに行ってもらえると。まあ、ちょっと、週末とか来週になっちゃったらごめん、もしも。それでは、また、どこかのゲームの配信でまたお会いしましょう。それでは、皆さん。あ、皆さんも喉にはお気をつけて。それでは、おやすみなさーい。バイバーイ。